千武帝の折竹帝は、北朝北義の第七代皇帝。483年うる四4月、高文帝の次男として生まれた。母は、貴人皇帝る方。聡明で、気配りがあり、また美男だったという。496年12月に、イボ兄の元誠が皇太子を廃されると、497年1月に、元勤が皇太子に建てられた。 499年4月、高文み門が死去すると、数え17歳で即位した。当初は、寛容大元木、人情、大元住、北海王元つまびらか、小明王、玄華、小書令、王宿、理部小書僧弁ら6人の大臣の保筆を受けた。501年、国政を、側近や外籍の子をはじめに委ねて、申請を始めた。 これに反発する、おじの元木が反乱を計画したため、処断した。508年、異母帝の慶長王元とが、奇襲で反乱を起こすとこれを鎮圧し、こうめの震源で、おじの北条を元、主も中殺した。在世中、しばしば南朝張を攻撃して、食方面に領土を拡大し、北方では従前に大打撃を与えた。だが、熱心な仏教信者であるゆえに、 次第に仏教信仰に溺れた。515年1月、33歳で放御し、落葉郊外に葬られた。両母は、他の三両母軍と共に、全国重点分物保護単位に指定されている。1992年に洞窟にあったため、遺跡保護のため緊急発掘された。半畜で作られた円形の量は、計112メートル。 高さ約23から24メートルあり、中心の地下にある方形の墓室から南に陽動が伸びている。延長線上の入り口に当たるところに高さ4メートルの巨大な石人像があったが、洞窟により現在は首が失われている。ありがとうございます。